史上最高最悪の企画、理的加害者 VS 理的被害者、イエーイ。ということでね、多分ユナイト界隈で俺しかできないであろう企画をやっていきたいと思います。まあ今言った通りね、このね下チーム、こいつらは理的野郎です。皆さん、こいつらに見覚えはありませんか？つくもだよ、かまど炭治郎ゼロ、かぼちゃまず、炎オーガポン、ツノラン、こいつら有名なクソ理的野郎どもです。そしてね、なんでこの理的どもを集めたのかというと、多分ねこのユナイト界隈で理的どもを集められるのは俺しかいない、ということはね、僕にしかできない使命、こいつらを集めて被害者たちにねリベンジマッチさせてあげようと思ったからです。そしてね、ツイッターでこいつらに理的された方、今日の配信来てくれればリベンジマッチすることができますというリプライじゃなくてツイートをしたら、なんとこんな数のねコメントとかリプライが来てね、たくさんの人が集まってきてくれました。だからね、こいつらね、やっぱりねすごい敵がいる。こいつらをねボコボコにしたいっていうやつらがたくさんいたからね、今からねこいつらをボコボコにしてやりたいと思いますよ。まあ、だけどねこれね一つ懸念点があって、これさ被害者チームが負けたらもう目も当てられないということです。こいつらにさリテクされて、はうさきもやったぜ、リベンジマッチする機会が来たぜと思ってさ、これでさ負けたらどうする、被害者チームもう目も当てられないよ。リテクされてさムカついてるのにさ、またリテクで負けるってさ、もうやばいからね、お前ら絶対勝ってくれよ。本当に俺もう言葉かけられないから、お前たちが負けたら。ということでやっていきましょう。エントリーナンバーワン、無感情気分で理的をするゴミ人間。理的で培ったラスヒ能力で味方の痩せを全部取るクソ野郎。そのラスヒ能力をレッグーザのラスヒに使えたらな。ツノーラン。エントリーナンバーツー、スナイプ回数18回、理的スナイプを両方する外役キッズ。ちなみにこいつが相手にいて理的をしているとこっちの中央の野生を削っておいてくれて、夏日を譲ってくれるよ。時間短縮だね。炎オーガポン。エントリーナンバー3、約2年前からいるギダモチガチアンチ。中央カビゴン即ペして野生を奪ってくるぞ。ちなみにこいつはセカンドゴールにレジェリケをわざと入れるのが下手くそだぞ。かわいいね。カボチャーマーズ。エントリーナンバー4、最近レジェリケを始めたクソ野郎。よくツノラン、炎オーガポンとトリオでレジェリケをしていて、降参させずに10分間地獄を見せているクズ野郎だぞ。みんなこいつだけは通報しろよな。つくもーだーよー。エントリーナンバー5、ゴミ人間かまど炭治郎ゼロ。さあということで始まりました、理的加害者 VS 理的被害者。まあ、このね試合のルールは2つだけ、1つ EX 禁止、2つ存分に煽ってよーし。まあ、1人がチームはね理的された被害者なんでね、この右チームクソ理的野郎どもね煽るのは OK にしてます。さあそして1人がチーム被害者チームは闇闇をピックしますね。これは粘着して闇闇で嫌がらせをしようっていう魂胆なのか、すごいストレスが溜まってそうですね。さあポケモンが出揃いました。上チーム東チームはゾロワーク、ヤミラミ、バリアード、マスカーニャ、エフィー。で下チーム理的チームはゼラオラ、ルカリオ、ピクシー、ヤドラ、エフィーなんですけどさ、上チーム東チームさ、敵理的野郎をさ殺してやろうっていうさ殺意が見えすぎてさ、タンクがいないんだけど絶対にキルしてやろうっていうさ殺意が見えてますね。で下チーム理的チームはちゃんとバランスよく、メイチもいるしサポタンもいるしバランスもいるね。でアサシもちゃんといる。さあ下チームは構成しっかりしてるけど、これ上チームさ殺意が高すぎて負ける可能性ちょっとあるぞ。タンクいないけど大丈夫か。さあ始まりました、伝説の企画理的 VS 被害者始まりました。これ誰を見ようかな、これどうしようかな、かまど炭治郎ゼロを見ようかな。さあルカリオを使ってますね。でもさこいつら普段からさ理的してるってだけでさ、別にポケモンユナイトが下手くそってわけじゃないよね。しかもさ味方からラスギを取ってるから、こいつらラスギクソうまい可能性ある、オブジェクトを全部取られる可能性あるぞ。左側チーム、さあこれゼラオラが集合かけてますけど、これはあれか、闇闇がカジャンするからか。さあルカリオ、かまど炭治郎選手は8点を積みにいってますね。これさ左側チームさ、こんなに高いのにさ負けたらさちょっと面白いよな。さあこれ闇闇が勝ち出して右チームのヤドラが倒されていく。さあこれ青バクは取ることができなかったか、お前いいのか、理的どもにさ青バク取られていいのか、頑張れ闇闇やる気だぜ。さあこれ取れるか、ヤジロを取っていく、ちゃんと取ってるね、えらい。さあそして闇闇が煽ってる煽ってるいいね、煽ってやれ、こんなで理的するね、ゴミ野郎とまで煽ってしまっていいんだ。さあこれヤジロ取っていけるか、さあいけるか、ナイス取っていくいいね、闇闇うまいよ、お前もしかして理的しないだろうな。さあこれ田中チームのゾラクがカジャのカバーに来ている。
よさ、これいけるか落とせるか、ゼロ裏クソリティ野郎つくもを倒していくさ、これ青幕じゃなくて赤幕はゾロアークがしっかりと回収していく。てかさ、右側チームさ、早い段階でさ、ゼロ裏がさ、集合をかけてるしさ、左側チームやめろ見れるのにさ、なんでさ、誰も火山のカバンに行かないの。おいおい、お前らさ、履歴続きでさ、ユナイトのさ、立ち回り忘れてるんじゃないのかさ、ゾロアークが下に隠しててさ、やめろみが CC をかけてる。なんかこのやめろみうまいね。てかさ、なんか恨みがこもってるんだよな。赤蓮の恨みがこもってるさ、これやめろみ逃げ切れるかさ、ちゃんと逃げていくさ、これ、ルカルにダンベル積まれたくないとさ、右側チームのヤドラが殺されてるね。ヤドラなんか下手くそじゃないかさ、これ CC かけられまくってる。おい、お前らさ、普段から履歴続きでさ、まともに試合してないからさ、ちょっと立ち回り下手くそになっちゃってるんじゃないかさ、これ、エイフィも倒されていくさ、皆さんどうですか。この動画を見てる右チームに履歴された皆さんどうですか。右チームがボコボコにされていて気持ちいいですかさ、これバリアード逃げ切れず殺されてしまうんだけど、左側チームのゾロワークとヤメネムがカジャをしてるね。だけど下ゴール決められてるさ、これ上ゴールは一人しかね。さあ、これマスカネ一人じゃ厳しいかさ、ルカリオが頑張ってると倒せない。早くマスカネに進化したいね。さあ、ルカリオが4点決めてダンベル積んでいくさ、これヤメネムがゼロに粘着していてさあ、煽り散らかしていく。こいつもしかしてあれか、つくもに履歴されたやつか。いいねいいね、恨み晴らしちゃっていいよ。ヤメネムが結構ゼロに粘着してるね。こいつは多分ね、つくもだよアンチかな。さあ、うまい。こいつうまいぞ。もしかしてさ、履歴、この企画のためにさ、履歴を殺すためよ、煽ってるぞ。このやめるみ、煽り散らかしてる。いいね。いいキャラしてるよ、お前。もしかしてお前さ、履歴をさ、ボコボコにするために、もしかしてやめるみ練習してきたのか。いや、やめるみいいね。この企画にバッチリだね。だけど、上ゴール結構詰まれてるか。結構ダンベルも詰めてそうだね。さ、これ、浮かれ逃げ切れるか。さ、米パンでちゃんと逃げていくけど、これ、やめるみにもしかして、粘着されてさ、殺されてしまう。やめるみがうますぎる。やめるみがやばいな、こいつ。マジで、恨みが深すぎるんだけど。ヤメラミの CC のかけ方がうまいさ、これゼロラも逃げ切れるかさ、ヤメラミ倒していく。煽り散らかしてるね、バリアードも。いいね、煽っちゃっていいよ、全然。これね、右チームが履歴するのが悪いからね、これ煽られるのは、ね、しょうがない。煽られるのはしょうがないです。さすがにね、お前らがね、履歴してるのが悪いさ、これ。ゾロアクが辻切れ繋げていくさ、ヤメラミがまたカチャンに向かってるね。さあ、取れるか、青幕。取りたいところだけど、外してしまった、これ。一回、痛いぞ、これ。痛い、足場が痛い。逃げ切れるか、だけどちゃんと逃げてる、偉いね。このヤメラミちゃんと逃げ切ってるの偉いね、さっきから。さあ、これ上はゾロアクが削っていて、さあ、これかまどたちをゼロ。さあ、お得意の一人ラッシュが始まった。まあ、だけどルカリオだったら削り切れそうだけど、これ取られたら面白いな。取られろ取られろ取られろ、やめろ頑張れやめろ頑張れやめろ頑張れ。あ、最後右チームエフィが来てしまったぞ。取れるかさ、ルカリオ倒してるけど、これラスキー狙えるか、レジスで取れるかさ、これ右チームの角田選手がちゃんとラスキー奪っていく。やっぱりこいつらやっぱうまいな、ラスキー履歴でさ、ラスキーばっか取ってるから、ラスキー能力だけはうまい。さあ、これ上押せるかさ、ゾラクユナイト入ったけど倒されてしまう。いや、これ上ゴールも守れそうだね。いや、これ割といい勝負してるか。でも右チームファーストゴール2つないし、点数差もついてるから、まだ左側チームの方が有利か。でもレベル差的にはあんまり変わらないから、あれ上ゴール入ってる。あ、これあれだ、今ルカリオ、カマドタチオの選手が多分ボンラかなんかで入れましたね。履歴してる。まさかまさか履歴バーサス被害者でも履歴をするのか、カマドタチオの選手。さっきゼロ俺たちが死ぬ気で守ってたのにな。さあ、これやめる目がユナイト入ってヤドラン返したけど、ゼロ俺は当たってねえさ。これ CC かけてさ、逃げ切れるか。ゼロ俺はさ、砲で撃ってね、ちゃんと逃げてゆくさ。ピピカちゃんと回復に来てくれてるけどさ、これゼロ俺からリコールしていくの、リコール間に合うのか。ちゃんとリコール間に合ってる、偉いさ。だけどピクシーが代わりに殺されてしまう。でもミキチームさ、ちゃんと構成しっかりしてるの面白いよな。さあ、これやめるか CC かけて煽り散らかしていくさ。これヤドランが煽ってる姿を見届けてるね。さあ、これ逃げ切れるか。さあ、ヤドランもちゃんと逃げていく。あ、だけどツノラン選手がちゃんと40点下に入れてるね。ちゃんとバックドアしてるの偉すぎる。さあ、これどうするか。でもさ、結構いい試合してるんだよな。レティキドモも頑張ってるんだよね。さあ、左側チームのエフィがカチャを教えてさ、バリアードとヤメレムがゴールをしようとしてるけど、いや、煽り散らかしてる。ゴールを入れないっていう煽り散らかしてるね。いいね、お前ら、殺意がさ、高くていいよ。さあ、だけど右チームのルカリオがカチャに向かってるね。さあ、これゾロアクと戦ってるけど、さあ、ルカリオがユナイトを打って逃げ切っていけるか。ちゃんと逃げてるね。でも、カマド炭治郎選手、ちゃんとカチャしてるの偉いね。で、ちゃんと逃げ切っていくか。さあ、それバカやろ。お前、それで逃げ切れると思ったか。お前、履歴ばっかしてるから履歴ばっかしてるからさ、そういうなんか知能が衰えるんだよ。そこでリコールできるわけないだろうが、お前カボチャ見せつけて何やってるんだお前。さあ、だけどその間にヤドランが上ゴール壊していく。さあ、でも左側チームがまだまだ優勢ですね。さあ、これレジェネクに両チームが集まってきてるね。さあ、これは戦いが起こる予感さ。ゼロラがユナイトを吐いてエイフィ落としていけるか。さあ、エイフィ落としていく。さあ、ゼロラそのまま逃げ切れるかと思ったけど、やめらめの CC に捕まってしまう。さあ、これ左側チームが優勢か。さあ、かまど炭治郎選手、ルカリオは一人ファーム、お得意の一人ファームをしてますね。集団戦集まらないマクロ、こいつそれが大得意です。さあ、これヤドランがチルデスを勝ってるね。さあ、これ右チームセカンドゴールを守りきれるかと思ったけど、右チームの3人
くらい下に向かってるね。これは下レジ取るつもりなのか。でもこれは大丈夫か。セカンドゴール壊されたら3レジあるけどさ、だけどそれが分かっていないかのように下に向かっていくさ。この左側チーム攻め時だけど攻めきれるかさ。ゼロラが頑張って耐えてるさ。いいね、バリアードに結構ダメージが与えてるさ。これ守りきれるのか。これ下がレジやりたいところだけどさ、やめる目がユナイト外してしまうさ。これゾラ君後ろから行ったけどさ、これいけるか。あーヤドランのユナイトに捕まってしまう。いやこれ攻められないか。いやちゃんと守りきってんの偉いな。右チームちゃんとセカンドゴール守って狙いさ、これ取りたいところさ。これユナイト打ってるけどさ、取られていく。ちゃんとルカリオが助け取っていくさ。これ40点決まるか。いや決まらない、逃げ切れるか。でも右チームなんか意外となんか連携取れてるな。なんか上下にちゃんと分かれてさ、下レジ取ってさ、上ちゃんと守りきってるの偉すぎるな。絶対絶対にたまたまだと思うけどさ、これやめる目がシッシかけまくっている。さあこれバリアード落とせるか。でもバリアードあれなのか、学装ついてないのか。これあれかもしくて左側チームさ、学装1枚しかいないのか。さあこれいけるか。さあシッシー、あー殺されていく。いやうまいね、ルカリオちょっと頑張ってる。さあこれゼラオラとゾラクが戦っている。さあだけどちゃんと避けてる、偉いね。続きの最初ださ、これユナイト打って落としきれるか。さあゼラオラクもユナイト打ったけどさ、お互いにユナイト蹴ったけど落としきれない。あ落としていく、うまいけどさ、これやめらめに捕まってしまう。さあ煽り散らかしているけど落とせない、硬いね。なんかゾラクじゃなくてゼラオラ硬くないか。そう出しようか、逃げるか。おい落としてくれよお前。そんだけ煽ったんだったらさ、ちゃんと落としていく。さあバリアードも一緒に煽っていく。いやだけど今なんかさ、謎にゼラオラ硬くなかったか。なんであのゼラオラ硬かったんだ。ゼラオラのさ、放電のシールドってあれに強いんだな。さあミクチームのエフィがちゃんと赤幕を取っていく。さあこれヤメレミが戦ってるけど、なんだこれ、お見合い教えるさ。これヤドラ逃げ切れるか、ちゃんと逃げていく。さああと1分でレッグズ戦が始まります。まあこのゲームね、序盤勝ってても結局ねレッグズ戦が全てだから、いやこれ左側チーム勝ってほしいけどな、リディキどもに負けてほしくない。さあこれ上レジに集まっている。さあルカリオがチルタイスを勝ってるね。これ落とせるか。さあヤメレミが CC をかけている。いけるか、落とせるか。ナイス、えらい落としていく。でも結構ミクチームレベル高いね。ルカリオも13レベルだし、ゼラロも14レベルになってるの偉いね。さあこれルカリオ倒されていく。さあ経験値解消されてしまう。そしてエイフィも煽り散らかしていく。さあこれゾラークキルできるか。いや耐えられていく。だからこれ上レジいけるか、ラッシュするのか。エナジーが結構落ちるね。さあこれ上レジ削っていけそう。さあこれ右チーム結構フリーになってきたか。経験値解消もされてるしね。そして左側チームのマスカニアも13レベルになってる。あけど右チームのエイフィもちゃんと13レベルになってるね。さあこれレジエリキ取っていく。さあこれ運命のレックス戦が始まる。さあヤメレミが CC かけていく。さあこれ楽しみだ。これで全てが決まるからな。さあこれヤメレミが結構威圧してるね。ちゃんとマック出して。さあこれゼラオラに粘着してる。こいつやっぱりあれだよな、つくもだよアンチだよね。さあこれルカリオじゃなくてエイフィが助けてきてるんだけど脅しきれない。さあ上ゴール入ってる。さあこれバックドアするのか。さあレックス戦が始まりました。ヤメレミがマジでヤメレミがさ、ずっとさゼラオラにさ粘着してるね。さあこれヤメレミがずっと中央でしっかり取ってるの偉いね。さあ下からルカリオが来てる。さあこれルカリオ孤立してるけど大丈夫か。さあボンラ打ってさ、ユナイト打ってるけどこれは気づいてね。かさ、いやバリアードがユナイト打ってるけど、いや複数の心で耐えていく。偉いな、ルカリオ強いな、やっぱり特性。さあ左側チームサーバー落ちる。左側チームサーバー落ちるな、やばいぞ。これリティキどもに負けるぞお前ら。いいのかお前、リティキさされてさイラついてたんじゃないのかよ。負けていいのかお前ら。負けるなよリティキどもに。お前コメント欄で叩かれるぞ、なんでリティキどもに負けるんだって。頑張れやさ。なんか左側チームのドラッグが無双してる。さあこれじゃあナイス、偉い。あの状態から右チーム3人で4人落としていく。さあこれ逃げ切れるか。さあこれルカリオタイマーも勝っていく。左側チームのゾロワークが無双してるね。さあこれバックドア行くのか。これゾロワークキャリーになったぞ。危なこれ、危うく負けるとこだったけど、いやこれまだでも分からないか。レッグと取ってしまうまだ分からないけどさ、これやめられないゴール入らないだろ多分。ピクシーが飛んでくるからこれ40点さすがに入らないよな。さあ煽っていく。さあお互い煽り散らかしていくけど、まだレッグ戦は終わってない。レッグと取ればまだ分からないぞ。さあ中央に結構集まってるけど大丈夫か。左側チーム歯茎出てないか。でも右チームユナイト全員ないか。あ両チームもユナイトが全部ない。さあこれはレッグズは守りきれるか。でもこれ右チームさ、時間的にレッグズはなししないと勝ちもないんじゃないか。バックドアしようでも多分点数足りないだろうし。さあこれマジでやめる目がずっとさゼロ折りでさ粘着してるんだよな。さあこれ逃げ切れるか。さあこれやめる目死にそうだけどちゃんと逃げてる。偉いね。さあだけど右チームのピクシーがちゃんとバックドア向かってて、ね、偉いけど多分点数そんなないよね。さあこれルカリオが頑張ってバリアード落とそうとしてるけど落としきれるか。さあバリアード落とせない。落とせないのか。さあバックドア74点したけどまだ点数が足りない。まだちょっと点数足りないぞ。だけどマジあのバックドア行けばワンチャンいけそうな気がする。だけどちゃんとやめるかバックドアしてる。さあルカリオがバックドア向かってるけど多分その点数じゃ足りない。いやこれはさすがにきついか。さあこれ中央エフィ50点100点入るか。さあ82点右チーム入ったけど、いやこれはさすがに100点入ってしまう。さあこれはさすがに左側チームの勝利ですね。これはこれは面白い試合でした。でもマジでいい試合だったな。リティキチームもめちゃくちゃ頑張ってたな。レックとしてさ左側チーム3人やられた時負けたかと思ったもん。いやー素晴らしい試合だった。面白かったです。だけどマジで思ったよりやっぱリティキどももさ真面目にやればさ普通にうまいんだよな。さあ点数は540対343でリティキ東の勝利です。
いやー皆さんどうですか、コメント欄でコメント欄でこのさ勝利の気持ちをさ書いてください。いややばいだろ、一人だけさ絶頂してるやついるんだけど、いや絶対今コメント欄が荒れ狂ってます、やばい、コメント欄がさクソ荒れてるんだけど。さあそして理的チーム、おいお前らよちょっと言い訳してるんじゃねえよ、言い訳すんなよ、お前らもう敗北したんだよ、素直に謝れ。いや5分じゃねえわ、お前あれだろ、普段からさ理的してさ5分コースさせてるだろ、お前やばすぎるだろ。いやーということで皆さん今回の動画どうでしたか、面白かったんじゃないですか。マジ理的さ、この理的このメンバー集められるの多分俺だけだからね。いやーまたなこいつらでなんか企画したいな。ということでご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。